んちぐわ、メドツです。今回は、これ川縄文館に来ました。2021年で10周年を迎えました。おめでとうございます。パチパチパチ。早速、入ってみましょう。縄文時代の暮らしを、垣間見れるかな？コロナ対策のルールは、ちゃんと従いましょう。ちゃんと、祈るんちゃんもマスクしてますね。このおじいちゃん二人は何者？この兄弟が、これ川縄文発掘の功労者だったのか。あ、祈るんちゃん。こんにちは。こっちに気がついて、手を振ってくれてる。ポーズも決めて、かわいいな。では、遠慮なく、ドアップを。祈るんちゃんを上からも、お客さんと一緒に写真撮影してるみたいだね。ちゃんと働いて、祈るんちゃん、偉いぞ。展示物をそろそろ見に行きましょう。真っ暗なところに入っていくと、何やら、赤い光が。幻想的な空間を抜けていきます。タイムスリップする空間という感じですね。中には、出土した様々なものが、ライティングされ、展示されています。宝石屋さんのようですね。出土した時の感じに、展示してるみたいです。縄文の人は、器用だったんですね。注ぎ口って、作るのに大変そうだけど。まが玉ってこんな昔から作ってたんですね。首。土偶がずらーり。この黒い石器、うちにあるけど、なぜあるんだろ？というか、どこ行ったかな？後で、探してみよう。この子は、どなた？縄文版、考える人かな？このそそり立つ壁は、出土した場所の地層になってるんですね。腕。使われていた道具を、わかりやすく腕を使って、説明してるんですね。ちょっとビビったけど。漆を塗り塗り。これ川縄文村の移り変わりのボードがありました。まだまだ、展示物が、かなりの出土にびっくりですね。縄文の人たちは、この壺に何を入れてたのかな？ワンコは、餌まきかな？塗装。縄文村のジオラマですね。お、これは、合掌土偶、祈るんちゃんのモデルですね。しかし、祈ってるのではなくて、出産のポーズらしいです。
ないものも、まだまだありますが、ぜひ、ご自分の目で見て、太古の暮らしに思いを馳せてみてください。ちょっとだけ、展示物以外も見てみましょう。専門家さんとは別に、勝手に、こんな感じだったのかなーって、妄想するのも面白いですよね。こんな鮮やかな布があったかも。ひらひらー。こっちは、関係者以外は立ち入り禁止のようですね。まさか、太古の秘密がここに、なんちって。食事のできるスペースもありました。どれどれ、どんなメニューかな？八戸名物のせんべい汁や、縄文に食していたと思われる、丼を使用したカレーライスですね。お土産もありますねー。ゆらゆら人形が可愛いかも。他にも、T シャツやエコバッグなどもありました。合唱土偶のレプリカなんかも。あ、こっちにもゆらゆら人形が。近い。お疲れ様でした。では、今回の動画はおしまいです。最後に、祈るんちゃんも一緒に、バイバーイ。